2000年問題、2000年問題、2000年問題、イヤー,ー2000プロブレムとは、西暦、グレゴリオ歴2000年になると、コンピュータが誤作動する、可能性があるとされた年問題である。Y2K 問題、Y2K 問題、Y は、都市計は、キロ、ミレニアムバグ、ミレニアムバグとも呼ばれた。西暦2000年であることをコンピュータが正常に、 認識できなくなるという問題が主に取り上げられるが、グレゴリオ歴におけるオケウルー法を誤解して生じる問題もある。当時、多数のコンピュータシステムの内部で日付を扱う際に、西暦の下2桁だけを表示して、上位2桁を省略していることが原因で問題が生じる。この他に、オケウルー法に対する誤解から西暦に千年を平年として扱ったことが原因で、 西暦2000年2月29日にご動作する問題が生じる。直接の原因は、プログラム内で日付を扱う際、西暦の4桁のうち上位2桁を省略し、下位2桁だけを処理対象にしたことである。古い電算システムを構築するのに用いられたコボルやフォートランのような古いプログラミング言語では、データ型に日付型が用意されていない。 したがって、プログラム内では、年を表現するために2桁の文字型を割り当てて、西暦表示4桁の内下2桁だけを記録、処理した。この方式では2000年が内部で、0々となるので、これを1900年とみなしてしまい、例えば、レコードを日付順に並べ替える処理をすると、順序が狂うなどの誤作動を起こす可能性があると指摘された。4桁で表現される。 西暦年数を格納するには4桁の文字列を確保するのが妥当であるが初期のコンピュータシステムでは磁気テープなどのリソース特にメモリの容量が極めて少ない上、高価な貴重品であるためできるだけメモリを節約するプログラミングが要求された年数を下2桁に縮めてリソースを節約をするのは当時のプログラマの間では当然の技法であった そのようなプログラムの多くは1960年代から1980年代にかけて開発された。当事者は2000年までには何らかの改良が加えられるか、全く新しいシステムに更新されているだろうという前提でいたので2000年問題には十分な対策が施されていなかった。 2000年問題が表面化した際は、プログラムを作成した技術者の死亡や退職などもあり、手作業でのプログラムの確認と修正が必要とされた。これらのプログラムが作成された時点ですでに、多くの国で様々な領域や分野で、コンピュータが使用されていたので、思わぬところでの機能停止や、誤作動の危険が起こり得ると指摘された。物流その他の社会運営上の不具合の発生などが、 予想され、国際経済が深刻な不況に陥る可能性を指摘する声もあった。一部には、カレンダーを持たない独立した組み込みシステムの誤作動の不安煽るなど、あたかもフェール政府で設計されたものがこの世にないかのように、騒ぐなどの過剰反応も見られた。1996年など、平常の、順年とは異なり、2000年は、 400年に1回の特殊なウルード市でウルーピ、2月29日があるのに、その処理をしていないプログラムもあった。なお、土曜日から始まる順年は、1972年以来28年ぶりであった。現行のグレゴリオ歴では、順年について、次の規則がある。したがって、1900年は、平年、100で割り切れても400で割り切れないであったが、2000年は、 うるうドしであった。しかし、誤って1と2だけを適用し、2000年をうるうドしとしないプログラムがあったので、この対応も合わせて必要とされた。前述のように年の回け桁しか処理しないシステムでは、400で割り切れる年と、400で割り切れない年を区別できず、1、2、この規則のみに沿って年表示が0、0である年を平年として扱うようにプログラムすると、 この問題が生じる。たまたまに3の規則を知らずに1の規則のみにのっとるか、1、2、3の規則をすべて承知で、西暦2099年までは4で割り切れる。判定で十分と認識し、単純に4で割り切れるかどうかでウルード氏を判定する。システムは2000年をウルード氏として扱って問題は起きない。当時、想定された問題には、 次のようなものがあった。したがって、1990年代末期に使用していたコンピュータプログラムの訂正が世界規模で行われた。この修正作業に費用と期間が取られてしまい、中小企業などにおいて大きな打撃となった。結果としては、直前にマスメディアで騒がれていたような生活に直結するほどの大きな混乱は一切起きずに終わった。 もと2000年問題の深刻さと対処については疑問の声も多くあり、例えば元日1月1日よりもウルーピー2月29日の方が大きな騒ぎとなったことを理由にそもそも重大な危険が存在しなかったという意見がある。これに対しては情報システムエンジニアの努力の結果であり、危機管理の成功例として混乱回避の努力を正しく評価すべきであるとの意見。 2000年問題は発生時期が明確であったこと、そのため責任の所在があらかじめ明確であったことや、企業関連者による影響を防ぐため相互監視が働いたこと、経営者は自社が加害者となることを防う必要があり、同時に株主などからは自社が被害者とならないよう対策を求められたことなどの要素が混乱回避への対策につながったと考えられている。 日本においては1989年から消費税への導入や昭和から平成への改元などプログラムの全面的な見直しを要求される問題が発生しておりその際に2000年問題への対処も合わせて行う子が多かった1998年7月15日に財務局から各金融機関に対してコンピュータ2000年問題対応に関する資料の 提出についてという通達が出された。これらの資料の3ヶ月ごとの提出を命じ、1999年10月からは、毎月の提出を命じた。内容は、あらゆる機器のリストアップ、問題判別の実施、対応マニュアルの作成、配布、一斉テストの実施、顧客、取引先に対しての周知徹底などである。金融機関は、 政府と一体となって取り組み、サービスが停止することのないよう万全の体制をとった。九百九十八年十二月には、小渕恵造が自らテレビ CM に出演し、二千年問題への注意を促した。九百九十九年十二月三十一日から二千年一月一日に、また上がって運行する JR 東日本、JR 西日本などの JR や私鉄各社は、 すべての列車を最寄りの駅に臨時停車して運転を見合わせ、航空便はシステムの不足の事態に備えて欠航したり、年が明けてからの出発に変更したりした。2000年になった時点では一部のシステムに不具合は出たものの致命的な問題は生じなかった。なお、システムによっては時刻を協定世界時アトックで取り扱うものがあり、 そのようなシステムでは、日本時間の2000年1月1日午前9時に不具合が生じることも懸念されたが、午前9時を迎えてもそれほど重大な問題には至らなかった。具体的な例としては、女川原子力発電所、福島第二原子力発電所及び、滋賀原子力発電所で警報装置が誤報を発したり一部のデータ管理が不能になったが、発電、 送電や放射性物質管理に問題は発生しなかった。身近な例として、当時 NTT ドコモが販売していた携帯電話ムーバ N206NEC 製のショートメール機能において、清見メールが容量をオーバーで受信できなくなった場合、古いメールから自動削除する機能が誤作動した。また、2000年を想定した設計がされていない古いビデオデッキの予約録が ワープロ機能文書管理機能などに影響が出た。2000年2月29日に当日をルービーとして処理せず、日付誤りとして取り扱ったり処理に障害が出る事例が発生した。5、おさむき。